ちょっとうまく滑れば入ったなと一台が。何ぐらいみたいな。下手くそ。ここね。下手くそなんだって。すごいね。うん。これはなんか工事やるから知らないのかな。わかんないな。だいぶひどいよ。非常に。どっから行く？普通に行くか。あの神社行きたいんだよね、今日。神社どっちまであるのね、この体力。うん。まあ、あれから結構体力ついてると思うから、たぶん。全然余裕。うん。さ、その前に寒いからね、今日。あの時ね、直射日光というか、夏だったからきつかったの。舐めないの、そういうの。どっちでもいいよ。いや、こっから右行こうよ。多分この左行けないと思うから。いや、寒い。ちょっと動かせば大事だと思うけど、これはきついね。海だからまだね。うん。で、こんな大して標高ないだけだから寒いと思うけど。うん。雪が相当らしいとびっくり。でも東京も普通に都心も雪すらついたらしいね。本当に公園進みすぎて次へ参加した時は下を運転する。取れると思うよ。外すと意外と寒いね。寒いな。アイスが。右から行こう。お会計切り来て偉いね。
ないですね。トリコさんですね。あ、ちょっとビビってますね。あ、ビビってますね。ちょっと怖がってますね。まだ若いんですか。今5歳なんで。5歳でもない、ごめんなさい。本当行動が若いんです。そうですよね。まだまだ行動が若い。もう、ちょっと寝てますから。5歳ぐらいで落ち着いてたな、もう。寒い。今日は、あ、うさぎ飛びになってんの、ほんと。あのうさぎ飛びがいいんだろうね。うさぎ飛びが一番いいって言ってたもん。うさぎ飛び。いや、もうマスクめんどくせえ。うん。違う、もういいんでしょ。それはないでしょ。うん。うー、寒い。寒いね、そこ。景色も好き、この寒い寒い。どうしてもさ、奥多摩とかさ、高尾が注目されやすいけど、ここも大概似ちゃうのよ、雰囲気持ってる。うん、でかい山がないだけ。景色変わんないよね。変わんない変わんない。高尾にさ、街並みあんな感じなんだよね。怖いの、怖い。本当だ。はい、ちょっとなんでなんで？おぉ、突然ストライクボールになるじゃん。え、話の丘はまだ後にする？先行く？どこだっけ？ああ、左のところ、うん、先行っちゃう？先に行くか。うん、どっちがいい？先にも見に行っちゃうよ。あ、いいよ。まだ寒いかな、ちょっとちょっと寒い。日向行こう。寒い。やべえ、5分以上歩いてるのに全然暖かくなんねえ。だからかな。
ね。